します。ベルト着用サインが点灯しました。シートベルトは緩みのないようしっかりお締めください。手荷物は前の座席の下にお入れください。お子様は膝の上でしっかり抱いてください。またベルト着用サインが点灯している間、化粧室も使用できません。ご気分の悪い方は座席前のベルトの袋をお召し上げください。
ま最終の着陸態勢に入りました。シートベルトをしっかりお締めください。小さなお子様はお客様の膝の上でしっかり抱いてください。この先着陸するまで携帯電話などの電子機器類は電波を発しない設定のままでご使用ください。座席のリクライニングのテーブルを元の位置にお戻しください。手荷物は前の座席の下に置いてください。化粧室のご使用はお控えください。
考えいたします。コックピットからの最新の情報によりますと、先ほどまで新千歳空港は使用する滑走路が一時的に閉鎖しておりました。そのため皆様の着陸時間は定刻よりも5分遅れの8時5分に着陸する予定です。到着まで今しばらくお待ちください。
SAT トアラディ。皆様、まもなく着陸いたベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。この先すべての電子機類をご使用になりますが、引き続き携帯電話での通話はご遠慮ください。到着後、上の棚を開ける際は手荷物が捨てる場合がありますのでご注意ください。また最新携帯電話やイヤホン、モバイルバッテリー、またお土産物の忘れ物が数多く発見されています。今一度身の回りのものを確かめください。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、非常にお願いです。飛行機を降りる際には、前のお客様と席の間距離をお開けください。また本日は前方1列目から10列目、中央11列目から20列目、最後に21列目から32列目の3回に分けてお降りいただきます。客室乗務員が次にご案内するまで、座席上の手荷物を取り除かず、この席にてお座りのままでお待ちください。お使いになったマスクやティッシュペーパーなどは可能な限りお持ち帰りください。待機される際はビニール袋や座席前ポケットの袋に入れ、口を閉じるなど、衛生面にご配慮いただきますようお願いします。また、前方出口付近でゴミ箱を用意しています。必要なものがありましたら、前のシートポケットには入れず、手じゃなく前方までお待ちください。機内理解のご理解でご協力をお願いいたします。また、本日は、新千歳空港の滑走路、一時停車に伴い、
皆様のご到着が遅れましたことをお知らせします。皆様、この先もどうぞ新型コロナウイルスの感染予防にご留意してお過ごしください。次もピーチのフライトで皆様のご搭乗をお待ちしています。本番おおきに。まもなく停止しますが、客室乗務員は安全乗務のため、皆様へ先に受け付けます。客室乗務員が次にご案内するので、座席上の手荷物を取り出さず、この席にてお座りのままでお待ちください。それまして、本日のご搭乗を誠にありがとうございました。This is our done cross check.